っつり友達だぬくんすごいな、真剣に気持ちと向き合ってるな。あーこんだけ距離が近くてずっと一緒で、この形はな、ハッピーエンドの向こう側。はいどうも、アニメリアクションの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは負けヒロインが多すぎる第7話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました負けインですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第7話ということで、引き続き、レモンちゃんのお話が続いているわけなんですけれども、とても切ない。前回知らず知らずのうちに思いを伝えてしまい、もう振られてるみたいな状態になってしまったレモンちゃん。でも綾乃くんのことを思い続けているんです。もう千早ちゃんもね、レモンちゃんのことが好きだし、綾乃くんのことも好き。どっちもリスペクトしたいと思ってる。もう綾乃くんには幸せになってほしいと思ってる。なら、レモンちゃんと付き合うなら私は引くよと思いつつも、綾乃くんの腕を離すことができなくて。でも、それでいいかもしれないとレモンちゃんも思っていても、心がどうなってしまうのかわからないけれども、とりあえず1年ぶり15回目のナイスバディである、やなみちゃん、今回も楽しんでいきましょう。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、ハッピーエンドの向こう側。さて、すごい、歯ぎしりしてる。こまりちゃん。さあ、ぬっくん。水道水マイスター。あら。ねえ、やなみちゃん？そういう仕草が男を狂わしているんだ。まあ、もう2秒の仕草。好きになっちゃった。ってなっちゃうから。どうも、なんでも。さあ、結局のところ、レモンちゃん視点は解決するのかっていうところだよね。まあ、解決するしないの問題ではなさそうなんすよね。もうこうなったらどう前を向くかにかかってるところではあるので、このエンディングの本当にやなみちゃんが可愛すぎて狂ってしまう、狂ってしまう。強がるガール、レッツゴー。あら、ああ、よくないこと。うん。うん。ああ。それはそうかもしれないね。見えてないんだもんね。そうよね。ちょっと天然だもんね。ああ、そうね。他の人のことでもあるし。わお。ムックン。あら、まあでもタイミングが大事ってそういうことだもんね。
そこで会えるかもよって。あら、やうわ。やなみちゃんのいい女っぷりが半端ないな、本当に。本当にいい子だね。心が見えた上で、ムックンの背中というか、やってほしいことを伝えてるもんね。走ってる。まあ、声が震えてるよ。そういう罪悪感とも。苦しいなぁ。お？そうなんだ。確かに。ちょっと。なるほど。あら、照れちゃうわ。あら。コマちゃん。
いい子だからね。いい人が寄ってくるよ。そうね。それはあるかも。あら。てか、おばあちゃん。いいね、似てて。気持ちを。すごいな、真剣に気持ちと向き合ってるな、この作品。恋心に。わお。勇気を振り絞ってんだもんね。お？なんだ？何してた？その他のゴミ？お？なんだろう？まあ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 。ああ、ライトな格好。そういうことね。頑張れー。あ、待つんだ。一緒に怒られよ、怒られるときは。百葉箱。出会ったとき覚えてるんだね。ミスキーくん。あら。こんだけ距離が近くてずっと一緒で。切ねー。勉強まで。はいはいはい。
ああ、そうか。この形は切ないなぁ。この形はなぁ。猫。あ、そういう？なるほど。にゃる子？おう！完全に猫になってしまったぬっくんが。あ、そうね。それでダブルデートしようとしたんだもんね。がっつり友達だよ。ぬく、ぬく、疎すぎる。友情を育んでいた。とてもなんか切ない結末になったな。まだ続くんだけどさ、二人の人生は。ああ、ここ。
もう、この空気感、空気感。ああ、小指だけ。ハッピーエンドの向こう側。え、めちゃめちゃ、おう、まだ終わってない。あら、カジュちゃん。お？なんだろう。ああ。厄除け？魔除け？おはようございます。よかったよかった。あ、そういうこと？発信機 GPS じゃないねっていう。そうか。あそこで捨てたのってそういうことか。おぉ、すっごいなぁ。でも、そういう。あら、あ、ちはちゃん。いいなぁ。ちはやちゃんもこういうところがいい。ねえ、仲良くなったね。わ、すごいいい関係じゃない。まあ、居場所も、やなみちゃん。そりゃそうね。喋り方。代役？あら、ぬっくん？ぬっくん彼氏役？なんかでも、スカスっぽいな。多分これ、違うな。違うな。やっぱり、やっぱり彼女は斜め上。今のモブコちゃんたちもよかったな。モブコくん。もう涼しい顔になってる。まあ、それはそう。そうね。彼氏がいないのに匂わせをするというのは結構虚しいところあるので。目の前にね、いい彼氏候補いると思いますよ。早くくっつきな。うわぁ、でもいいね。でも、レモンちゃんとチヤヤちゃんはかなりいい感じになりそうだよね。ちょっとヤンデレ気味な、チヤヤちゃん、ダーティーなチヤヤちゃんとピュアピュアなレモンちゃんめちゃめちゃ相性いいと思う。そうか、あれ捨てたのそういうことか。レモンちゃんに仕掛けてた GPS の受信機を捨ててきたのか。すごい女子だな。改めて見ると。ああ、でもまあ、ここでレモンちゃん編はとりあえず解決っていう感じかな。だから次回は、コマちゃんか、ヤナミさんの話。多分コマちゃんだろうな。うわ、でもよかった。すごいいい形でまとまってよかったね。うわ、この作品すごいな。めちゃめちゃ気持ちに向き合ってる感じがある。結構やっぱりヤナミちゃんとか、ねえ、1話とか何、プロログとかを見るとさ、結構、コメディチックな雰囲気を抱きがちではあるけど、ガチガチに恋愛してるな。別れちゃえばいいのにっていう気持ち？
でもレモンちゃんには幸せになってほしいね。なんか結ばれていたっていうのがあるからこそ切ないけど、この関係性で幸せになれるならなってほしいと思う。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、うわーすごい食らっちゃったな。めちゃめちゃ良かった、めちゃめちゃ良かった。あーもうレモンちゃんってなっちゃった。もう絶対いい彼氏作って幸せになってって思うね。えその上でもう できるもうさ、ぬっくんと付き合って、いやぬっくんとやなみちゃんが付き合ってほしいなと思ったりもしてるんですよ僕は。でもぬっくんとレモンちゃんが付き合ってねえ、友達同士仲良くねえ、綾野くんとねえ千早ちゃんコンビとこのねカップルとダブルデートする、そうなんか想像もしたいなと思ったりもしちゃうの。あーぬっくん、ぬっくんがさ、すべてのさね気持ちをスポンジのように吸収するじゃん。否定しないしね、増長させることもしないわけじゃん。ただただ聞いてくれる、聞いた上で噛み砕いてくれるっていうところ、この気持ちをリスペクトしてるのがすごい伝わってきて、いやぬっくんはぬっくんですごいいい男だなって思う。今回なんかすごい大活躍、大立ち回りっていうことをしてるわけじゃないんだよ。あの4話か5話かな、4話の時みたいな大活躍って感じじゃないんだけど、常にそばにいてくれて気持ちをこうね受け止めてくれてるから、あーいい男だなと思うよね。痛いんですけど、いい男ですねというふうに思ったりもしてしまいますね。いやーこれはいいね、いいよね。でも本当にピュアな心じゃないですか。すごい真摯に向き合ってるよね、好きっていう感情に対して。好きっていう感情に対して、そっからいろんな派生があると思うんですよ。千早ちゃんみたいにヤンデレキスで監視しちゃうとかさ、ねえちょっと空回って暴走しちゃうとかさ、やなみちゃんみたいに、うん、逆に表に出しきれないっていう、この引いて引いて引いてになっちゃう小鞠ちゃんとか、いろんな反応があると思うんだけど、レモンちゃんは特別ピュアで、もうね、一つ一つの感情、ね、思うじゃないですか。好きな人に彼氏彼女がいるってなってしまったら、ね、別れちゃえばいいのにとか思いがちだけど、それに対しても、やっぱりレモンちゃんは優しくていい子だからこそ、そんなことを思ってしまったことが、すごい悲しいというか、辛いっていうところだったりだとか、ねえ、本当にただただ気持ちを発露するだけじゃなくて、発露したことに対してどう思ってるのかっていうところに対して、すごい怖がってないなって思う。うん。なんかそれっぽいことを言うなら。うん。そういう恥ずかしくなるような、辛くなるような気持ちだったりとか、スルーしちゃうような、そういう感情みたいなものを書くのを怖がってない感じがすごいありますよね。もう正々堂々描ききってるからこそ、うわ、すごいな。シンプルだからこそめちゃめちゃ刺さるし、ね、ありきたりじゃないわけじゃないですか。でも彼女のキャラクター性を通して描いてるから。そこがすごい絶妙なラインですね。キャラクターの立て方とかも含めて多分計算してるんだろうなって感じはある。だから、ね、すごい。だからこそキャラクターがすごい生き生きして動いてるようにも見えるしね。いやーでもレモンちゃんには幸せになってほしいなー。本当に。でもよかったよ、千早ちゃんと仲良くなれて。バチバチになるとは想像できなかったけどさ、ねえ、レモンちゃんはいい子だからさ、人を嫌うっていうことができないタイプの女の子だと思うんだよ。ねえ、人を嫌悪したりとか距離を置きたくなってしまうみたいな。それすらもやっぱり辛いことというか、そういう風にしてしまおうと思っていること自体が辛いと思っちゃうタイプの女の子だから。ねえ、だからこそっていうところがあったけど、いや、めちゃめちゃ良かったわ。いや、もう本当に良かった。なんかね、純愛映画見てるみたいだった。すごい食らってしまった。言葉の使い方が特別綺麗だったかって言われたら、そういうわけでもないんだよね。なんか言い回しがすごい独特で、やっぱりこの先生の言い回しやセリフやワードセンスは素晴らしいなっていうわけじゃなくて、ただただ気持ちをまっすぐ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 ぶつけてるから、本当にすごいなって思った。ここまで膨らまないよ。ここまで膨らまないし、ここまで掘れないよ、普通は。シンプルな言葉で、シンプルで掘る、まっすぐ掘るからこそ刺さるんですよね。いやーもうやられてしまった。この作品すげーな。入り口でさ、すごいポップな、コミカルな可愛い女の子や、ねえ、男の子が結構なんかドタバタコメディ起こしますよ、みたいな雰囲気を出しながら、本質はめちゃめちゃ純愛っていうところが、もうガチで心に来たわ。まあそれぞれ全員純愛ではあったわけなんだけど、やなみちゃん。まあ、やなみちゃんがね、基本的にこの作品のコメディ部分を一人で担ってるっていうところがあるんだけど、でもレモンちゃんのこの純愛パートは相当食らったな。もう本当に名前なかった。もうあのさ、ずっと隣で聞いてて楽しかったんだよっていうところとかさ、
ねえ、だって本当にさ、特別に難しい言葉を使ったりとか耳慣れない言葉を使ってるわけではないわけじゃないですか。本当に小学校からの思い出をたどるように喋ってるし、これは多分演技っていうのもあるんだろうけど、キャストさんの実力っていうのもあるんだろうけど、シンプルにだから刺さるよね。ずっと一緒にいて、うわ好きだったのになって、こんなに結ばれてはいたのに、そうかそうか、気づかなかった。お互いにね、若干気づく。まあレモンちゃんはかなりね、綾野くんに対して矢印ではあったけど、綾野くん側がね、そういうのにちょっと疎かったからこそもあるし、レモンちゃんに対して引け目があったから、うまいことそれがね繋がらなかった。何かしらのきっかけがあれば付き合えたのになっていうのはあるよね。うん、何かしらのきっかけがあれば付き合えたんだよ。だから綾野くんとレモンちゃんの物理的な距離がガツンと近づくなるみたいな、うん、そういう展開が一個でもあれば、多分、あえのくんも、俺、レモンのこと好きかもってなってたかもしんないって思うと、運命のいたずらって感じがするよね。でも、ちはやちゃんとね、あえのくんもすごいいい感じだから、ねえ、そこを否定したいかって言われたらね、否定しづらいっていうところもある。ねえ、もうあとさ、もう神社のところのさ、やなみちゃんがさ、背中押すシーンとかさ、もうやなみちゃんいい子すぎるっていうか、いい女すぎる。うん。おかん気質があるような気がしなくもないね。うん。ただ、匂わせしすぎて自爆するっていうところだなも加えて、ね、やっぱりコメディはすべてやなみちゃんがすべて持ってってる。うん。もう匂わせなんてゴリゴリだーって言ってるような気分でしたね。うん。ただ目の前にぬっくんっていう素晴らしい彼氏候補がいるんですけど、なんで？なんでこれフラグ立ってないの？まだフラグ立ってないね。ぬっくんからはやなみさんかなりいいなって思ってると思うんですよ。でも、やなみちゃんからはなんかちげえなって思われてる気がする。うん。これはどうなんですか？すごい不思議なところでありますけれども、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。次回も楽しんでやっていきましょう。次回は多分コマちゃんメインの話になっていくのかな？いろいろと気になるので、楽しみにしていこうと思います。以上、負け犬でした。バイバイ。